トンの3曲、先ほど上がりを決めた佐藤の親バンドラは9層です。さあ佐藤の手配どうでしょう。良さげ2組、うーん、うん、ちょんちょんが、ちょんちょんが、うん、メンツはありません。頭とカンちゃんができただけやな。はい、ドラマありません。まあ親だし頑張るか。そうですね、これまた6チッパ3色見えるんでね。なるほど、はい、6チッパ、6チッパです。あれ見ましょう、頑張ってみましょう。はい、おっとポロリ、鈴木の手配がいい、いいですね、はい、リャンアンコウ、リャンアンコウです。さあこちらはサイコロ悪くない、2、3、4、3色ですか。これはね、これはミュールールだと、だと純ちゃん見ます。おお、なるほど、シャン色じゃない、シャン色じゃないし、純ちゃんです。純ちゃんの方ですかこれは。純ちゃん3色です。なるほど、この辺もでもあれですよね、なんか打ち点によってちょっと変わってきそうですか。そうですね、うう打点を意識する人はちょっとね残しつつの進行になることは多いでしょうけど。なるほど、まあね、相手がいきなり数万とか数ピンバスーいってたらちょっとどうかと思いますけど。まあ一応2差しもあるんでね。そうですね、両方見ながら進めていくっていう感じですか。でもねサイコロって結構そういった手役とかはね、はい、見れるんですよ。オータム取ってますからね。そうですよ、2回ね。そうですよ、一発裏なしルールでタイトルを二冠してるので、うん、強いな、すごいですよね。すごい、勝てる気せえへん。銀閣でよかったみたいな感じですか。いやほんまに。銀閣は銀閣でね、注目の選手いっぱいいますからね。癖強いやついっぱいおるけど。いや癖で言うと結構両方あれじゃないですか。まあそうです、ここで出てる人大体癖強いっす。さあ佐藤が一メンツできてるんですよね。ただちょっと周りの方が早そうか。津田赤ウソを使い切りたいですよね。使い切りたいですね。ただちょっと手配まとまりにくそうでね、微妙ですね。鈴木は打点が欲しい。お、一応リャンピン切っときますか。イーシャンテンに取っときます。どうしましょう。マンズでちょっと形が変われば想像ね、あのドラウ系は使えるんで。当たりました、リャンピンです。はい、当たり前じゃないですか。常に3色を意識してる僕はね、ああいうのちゃんと静着を選べるんで。言いましたね。言いました、自信満々に言いました。言いましたね、残りますからね YouTube は。残ったらいいさ、急走だ。さあドラの急走は起きました。ドラか、ドラか、ドラです。はい、ドラです。ほら、おっと入りましたよ。さあドラが急走なんです。ただテンパイね、この換算マン、テンパイこれね、ペン換算マン、これ換算マンね、言っとく。これ換算マンですか。換算マンです。これお、あ、取らず、この外し方僕大好きです。大好き。はい、マンズ結構ね融通効く形じゃないですか、一メンツ一ジャント作るのに。はい、で、そこで変化回ってからの6急走とかね。6球走先馬っても、まあ、リャン馬もしくはイス馬選べるんで。さあ広くなりました。ただ急走はドラだ、どうする鈴木。ドラは残す、残しました。さあテンパるか、違う、ドラ急走っていうのも大きかったですか。サイコロの出配はやっぱりあそこの4面固定っていうのは、うーん、あの1、2、2、3、4の形でね決めにくいですよね、あそこはね。あれでダマにして26？ うーん、なんかまあでもね、高橋さんの親流す分にはテンパイは大事かもしれないですけど、僕はこっちの方が、あの小さく来た方が上がりが近いと思ってます。なるほど、外しやすい状況もあったと。チーマンこれはいらない、いらない。さあ佐藤がね追いつくか。イーシャンテンぐらいになってそうですか。あれはなってますね。なってます。カンチーソーとサブローピンのイーシャンテン、津田も今ので、ん、違ったかな、イーシャンテンだったかな。津田イーシャンテンですね。津田もイーシャンテンです。カンチーワンサブローソー、はい、ドラカー、おっと嬉しい、これなんですよ。リーチと行きました。もうリーチです。ごめんなさい、これもう最終形です。さあこのリーチを受けて親の里をどうしていくか。カンワンかカンチーソーか、はい、どっち捨てるかな。数万をプッシュ、はい、中筋ですね、はい。さあ津田もイーシャンテンです。イーソーは現物。さあ鈴木テンパっていきましたよ、リーチ急走短期。なるほど、急走はね実際当たる牌です。
ドラなんですけどね。そうですね。さあこれで二軒リーチに囲まれた親の佐藤はイーシャンテンで粘りたい。さあ初粘りたいがスローマンが打てるのかな。7番のイーマン、鈴木には中筋、そうですね、サイコロには無筋。まあでもどうなんでしょう、ここで補充結構バカらしいんでね、親とはいえ、うん、お赤ウピン、おさあどうだ、6球相対球相短期、枚数ではねサイコロが有利ですけど、麻雀は枚数じゃないんだよ。なるほど、はい、気持ちの強さです。気持ちなんですか。気持ちです。勝ちたいという気持ちが強い方が勝つゲームです。なるほど。でも球相が2枚、球相2枚、え、はい、2枚もいるの。まだ2枚もいるんです。あらまあ、ローソーも2枚、2対4ですけど、どうでしょうね。2対4だったらもう分かんないですよ。あ、これでこれで2対 3? 2対3です。ただ天敗です。だ天敗を勇者と呼びたいね。呼びましょう。勘違いまで率といったのは津田。さあどうだ、あー掴んだのはローソーだ。勘違いマンって2枚切れてましたね。すごいですね。勝負いきました。おっと待ってください、これリーチ単用ピンク3色1ドラ、裏ドラが3枚乗りましたね。はい、1万6000点のサイコロの上がり。リーチ単用ピンク3色裏さん、はい、リーチ単用ピンク3色裏さん。うわ、今私こっそり机の下で指を折りました。はい、すごいもん出ましたね。すごいよ、裏さんですよ、ね、だってサイさんのあの手ってポイント持ってたらダマもあったんですよ。単用3色、まあまあまあ、ピンフで漫画あったんですよ。でピンフ3色ドラでもよかったですね。そうなんですよ、もうリーチといって裏ドラ3枚乗せて1万6000円まで仕上げました。